世界最高峰のダイヤモンドリーグ DL 第10戦ロンドン大会となるロンドンアスレチックミートが7月20日イギリスロンドンで開催され女子400メートルでは N プライスジャマイカが大会新、今季世界最高世界歴代7位の48秒57で優勝したプライスは現在23歳昨年までの自己ベストは50秒21だったが 今季は自己記録を連発。大会前のベストはジャマイカ記録の48秒89だったが、これをさらに更新した。4×100mR 日本は38秒07境、柳田、桐生、上野山とつないでトップ DL ロンドン。女子 800m では東京五輪、オレゴンブダペスト世界選手権銀メダルの K。ホジキンソン。 イギリスが1分54秒61の大会新 V 世界歴代6位の好タイムで自己記録を更新した今日のような素晴らしい雰囲気の中では果敢に臨めるからこの機会を逃すまいと思った最高の気分でパリ五輪に向けて自信になったとコメントした女子 400m ハードルでは F ボルオランダ が51秒30でこちらも大会審。自己2番目の記録で、パフォーマンス世界歴代4位の好タイムだった。男子400メートルはブダペスト世界選手権銀メダルの M。ハドソン・スミス、イギリス、が大会審、今季世界最高の43秒74で制覇。自身の欧州記録を塗り替えた。男子ホーガンナでは、エール、ファブリ、イタリア、 が 22m52 で世界記録。23m56、保持者の R。クルーザー、米国、を抑えて優勝。クルーザーは 22m37 で2位だった。男子 100m は、200m で世界選手権3連覇中の N。ライルズ、米国、が9秒81、マイナス0.3の自己芯で優勝。 女子 200m ではオレゴン世界選手権銀メダルの G。トーマス、米国が21秒82、マイナス0.9で、男子 3000m では DL。ロバル、スイスが7分27秒68でいずれも大会心で優勝している。女子やり投げはマッケンジー・リトル、ゴーシューが自己心となる 66m27 で優勝。北口遥花、